はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回も舞い上がれの次週予告ですね。第9週に突入しますが、いよいよ帯広フライト課程が幕開けます。11月28日の第41話予告について紹介していきたいと思います。ネタバレを含みますので、その点だけご注意ください。それではよろしくお願いします。はい、それではまず本日放送のありました第36話のトピックスですが、舞は航空学校に見事に合格しますが、あの第一印象が最悪だった柏木と学校で再会してしまうこの場面ですね。柏木はまさか舞が受かるとは思っていなかったので意外だったでしょうね。面接試験で舞の人力飛行機のエピソード、柏木には頭の中お花畑と言われた浮ついた話に聞こえたのでしょうが、面接官には舞の気持ちが伝わって合格の決め手となったのではと私は思いましたが、どうなんでしょうか。はい、それでは予告の方ですね。第41話は帯広でのフライト訓練始まるとなっています。宮崎での学科課程を終えて帰省していた舞は北海道帯広へ向かうようですね。帯広ではいよいよフライト訓練が始まるようです。補足ですが、帯広キャンパスは広大な北海道十勝平野の中心に位置する帯広空港に隣接している分校のようですね。宮崎でのグランドスクールを終えた訓練生たちはここでようやくフライト訓練を開始します。初めて操縦桿を握り、初めてソロフライトを体験するようですね。予告に戻りますが、その途中で舞は旅先から届いた隆からの手紙と短歌で勇気づけられるようですね。隆の人物像にやがて舞にとって心のオアシスのような存在になってくるとありますので、厳しい航空学校の日々を支えるのは隆からの手紙のようですね。帯広で舞は3人1組のチームに分けられますが、またしても柏木、水島と同じ班になってしまうようですね。そして担当教官は学生の間でも名うての鬼教官と呼ばれる大河内教官であることが分かり、戦々恐々の中フライトシミュレーターによる訓練が始まるようです。その鬼教官、大河内教官役を演じるのは吉川晃司さんということでぴったりですね。大河内は元航空自衛隊戦闘機のパイロットで、容赦なく学生を退学させる鬼教官としても有名のようですね。ですから吉川晃司さんの鬼教官ぶりと舞が厳しい帯広フライト課程をどう乗り切るのかが見どころになってくるものと思われます。はい、第41話ではいよいよ帯広フライト課程が始まります。そんな舞にとって励みになるのは旅行先から送られてくる隆の手紙と短歌のようです。そして帯広での3人の班分けでは舞は再び柏木、水島と同じ班になるようです。そして教官は噂に聞いていた鬼教官の大河内教官のようです。第9週では大河内の鬼教官ぶりと舞が果たして帯広での厳しい訓練を終え合格することができるのかが見どころになってきそうですね。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。